シャウフェレ選手のスイングの特徴は大きく分けて3つあります。なんといっても、左腕のしなりと腰の使い方、 X ファクターです。まずテイクバックではノーコックで両腕を伸ばしながら大きなスイングアークを描き上げていきます。下半身はというと右腰が引けずに右股関節に全体重を乗せてパワーを貯めています。そして注目したいのが右股関節に体重を乗せてから左膝を右膝方向に寄せて動かしながら骨盤を左へ傾かせています。ダウンで右へ骨盤を傾かせる反作用の力を使っているのです。そしてバンプをしながら腕は脱力してしなり、体軸に巻きついてダウンスイングしていきます。腰のつばの位置が変わることなく沈んで右サイドを広く使っています。左腰は切れて体は全く開いておりません。ものすごい上下の捻転差です。小柄でも飛ばせる神髄を堪能させていただきました。ごちそうさまでした。